はいどうもケンキャンです。こんなご時世となりましてね、4月前からだいぶ状況が変わってしまったんですけども、皆様どうお過ごしでしょうか。とにかく分かってるのはもう自粛ムードが長引いてるってことだね。運送は普通に仕事あるし、休みの日は出かけられないし、もうモチベーションの維持がすごい大変。 YouTube を通して皆さんとコミュニケーション取るのが今一番の楽しみなんだけど、撮影や編集のために毎回山目に通ってもらうのも、稼ぎが減った今ガソリン代とか感染のリスク考えるとうーんって感じだし、まあ彼氏彼女っていう関係でもあるので、同棲した方がプライベートがお互い充実するんじゃないかっていうのも考えたわけですよ。ただ一つだけ問題があるんだけどね。そう、住む家がない。いただきます。ごちそうさまでした。で、今日がヤマメをお迎えする大事な日になるんだけど、いやいや、住む家ないのにどうやって生活するっていう話じゃない。それは動画のタイトルでも大体察しはついてるよね。そう、このキャンピングカーに我々は住む。いやいや、何をバカなこと言ってんのよって思っているそこのあなた、正解。まあ、こんなことできるのってずっとじゃないって分かってる今だけだろうし、こんなことをヤマメが理解してくれるっていうか楽しんでくれるからだし、それってなかなか幸せなことだよね。ただ今免疫を落とすことはできない。でも大丈夫。ずっと社内にいるわけじゃなくて、じいちゃん所有のこう倉庫として使っている空き家を借りました。ただ空調とか水道とかの諸々の設備が整ってないから、あくまでも生活の中心はバロッコに置くっていうこと。まあそれ以外の趣味とか、やるかわかんないけど DIY とかゲームとかゴロゴロするとかっていうところは倉庫を使えるってこと。ただここでも問題が一つ。倉庫が汚い。つまり最初に掃除が必要だったり、改装が必要だったりするわけ。古い倉庫をどんどん快適にしていくのってなんかロマンがありませんか？まあ最終的にはおしゃれな手作り DIY キッチンなんてのもね、願望としてあるんだけど、まあそんなのは一体いつになることやらわからないんだけど、とにかく今この環境が結構楽しみ。それでは前置きがすごく長くなってしまったんですが、こんな形で同棲が決まりました。これからヤマメを迎えに行こうと思う。はい、じゃあヤマメを迎えに行ってきました。こんにちは。こんにちは。今日から同棲よろしくお願いします。それじゃあ、 倉庫の方ね、うん、一緒にちょっと回ろうかなと思うんだけど、はい、ここがね、我が倉庫です。お邪魔しましょう。いやー、どう？バッチリバチよな。ちょっとバチくない？バチバチのバチ。ちょっとバチいんですけど、こんな感じの倉庫をお借りしてます。このテーブルとかもいろいろ片付けないといけない、先にね。なんかいろいろあるけどさ、まあインスタントコンロとかこれね、今見つけたんだけど、未開封なんですよ、100均のやつ。これでバーベキューとかもできるしさ、うん、ね、これはね、もらったやつ今連れてきました、フォーキー。新しいここの空間に飾ろうと思ってね。仲間ね、とかさ、いろいろあるんだけど、まあちょっとね、ゴミとかもすごいよね。もうちょっと誰がこう捨てているのかちょっとわからないっていうか、まあ、家族の誰かなんだけど、まあ曜日が来たらこうまとめたりはするんだけどね。まあそんな感じになってたりとか、工具とかなんか使ってた道具類とかもあるね。一時期自分のこうバイク置き場みたいにもなってたから、まあ俺のヘルメットとかあったり、まあちょっとキャンプグッズが置いてあったりはするんだけど、綺麗に保管してたつもりなんだけど、やっぱ使ってないとホコリかぶっちゃうよね。そりゃそうや。うん。まあそんな感じのね、空間になっております。で、もう一つがね、この部屋なんだよね、この部屋。開けていただきたい。開けていただく。開けてお願いします。お邪魔します。はい。はい、じゃあこの部屋入っていくとね、こんな感じの空間が広がっております。この一室も一応貸してくれてる感じになってるね。うん。で、他の部屋はもうね、もう手がつけられないぐらい、本当にもうすごいことになってるの、倉庫として。うん。ね。うん。もう物で足の踏み場がないっていうのはこれやっていうぐらいすごくて、まあこの部屋がかろうじてね、ちょっと綺麗に保ててる状態で、少しねサブチャンでね、ライブで使わせてもらったりはしてたんだよね。うん、本当田舎なんで電波悪いんだけど、とりあえずライブとかもね、させてもらってた感じになります。まあこれほとんど俺のキャンプグッズなのかな、ちょっとわかんないだけど、この辺の整理整頓とかもやっぱちゃんとしとかないとなっていうところもあって、まあいろいろと大丈夫か？ごめんなさい。なっています。で、なんならここにね、なんかベッドとか置いて寝た方がいいなっていうところもあるんだけど、正直その倉庫として長いから、うん、なんだろう、ちょっとバルさんとかね、わかんないけど、いろいろあると思うんだよね。ここで寝るには問題がやっぱあるから、だったらね、ぶっちゃけ空調の整ってるバロッコ寝た方が快適だと思うんで、うん、まあちょっとね、臨機応変にいろいろ対応していこうと思います。まあ、とにかく、この期間はこの倉庫、外と中、2箇所と、あとバロッコの中でいろいろ生活ができるということなので、楽しんでいこうじゃないか。ありがとうございますね。俺のちょっと願望なんだけどさ、うん、ここにおしゃれなキッチンが欲しい。
おしゃれキッチン。おしゃれキッチンが欲しい。料理してくれ、それで。はい。まあ冷蔵庫、これちょっと使えるのがあるし、うん、バロッコにも冷蔵庫、まあ、ちょっとだけどあるから、うん、まあ、その辺を使って食材を保存できる。はい。うん、ということで、まあ、ちょっと数日分ね、この後買い出しに行って、夕飯を食べて、今日は車中泊していこうと思います。今日の夕飯何しようと思ってると思う？あ、もう考えてあるの？考えてある。何だと思う？知らない。そこ当てに行って。ハンバーグ。ハンバーグ。山が好きなやつでしょ？山が好きなやつ。ハンバーグね。カレーライス。うん、カレーライス。唐揚げ。筑前煮。ラーメン。惜しいな。ちょっとかすってた。ちょっとかすってたのがあるね。今日の夕飯は、親子丼です。親子丼。何それ？親子丼好きなん？あ、うん。そう、ヤマメがね、最近ずっと親子丼が食べたい言ってたので、今日は僕がちょっと親子丼を作ってあげようかなと思います。すぐ影響されたこの子。お、何？美味しそう。いいだろう。普通に肉焼いちゃってますやんって感じしない？鶏はいいの。鶏はいい？うん。油が少ないから。ああ。匂いついちゃいそうで怖い。いきますね。わあ。はい、完成。わーい。完成しました。わあ、美味しそう。うまそう。親子丼だ。ごめんね、ちょっとね、ちょっとだけ失敗してるよ。全然。やったー。ここに本当はね、三つ葉で仕上げるんだけど。誰かさんが三つ葉嫌いだって言うからさ。ねえ、ちょっと食べな。ダメだよマジで、好き嫌いしちゃう。君だよね。いただきます。乾杯しようぜ。乾杯。ありがとう。あっちでも器がな。あ、おいしい。あ、悪くないね。スーパーのサラダって結構入ってない。うん。まあ結構いい感じにできたな、しかし。
親子丼とかカツ丼専用の あの器具とガスがあればな。チキショー。でも美味しいよ。本当に？うん。ありがとう。さあ、片付け頑張ろう。あだその目。片付け頑張った子にはね、ご褒美があるんだよ今日。どうして大したことねえだろ。お？そんなんじゃ知られねえぞ。じゃじゃーん。花火。今日？今日。俺のも吹き始めた。おとなしく俺のも吹き始めた。あんま生意気なこと言うんじゃないよ。へえ、分かったね。すいません。しっかり吹きな。まったく、へ、手際の悪い子だよ。すいません。さっさとやりな。すぐに。よし、やっていこうぜ。花火いいよ。じゃあね、バケツも用意しました。ちょっとバッチリバケツ。この箱、空箱なのかな。空箱？そんなことないよね。ある？うん。よし。おお。わーい。いいね。夏って感じやん。うん、おお。すごい、赤い。赤いね。わあ、夏が来たって感じ。ちょっと一足早いけど。ビンラムネあったら早い。ああ、ビンラムネね。ビンラムネは間違いない。ここに必要なものだったわ。30秒でしょこれ。花火大会みたい。すごいね。うわあ。眠い。寝ましょう。お前さんはずっと寝てたよろい。それでも眠いのかい？なんて子なんだろうか。はい、まあこんな感じでね、初めての同棲生活を撮ってみたけどどうだった？まあ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 、やっていけそうかね、うん、大丈夫かね。大丈夫。まあ大丈夫そうだよね、全然ね、うん。まあ、あとはここの寝るっていうところを慣れればね、うん、うん。まあ僕の場合は大丈夫だと思うんだけど、ヤマメがね、この後こう朝どんな感じになるかなってところあるんだけど、まあ一旦今回の動画はね、こんな感じで最初の日っていうのをお送りさせていただきました。まあ、これからね、自粛期間って中でいろいろ大変かもしれないけども、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あなたにお願いしますと言ってますよ。私にね。そう、これからもよろしくお願いしますっていうことでございます。はい、はい、皆さんもよろしくお願いします。お願いします、はい、ということでね、今回の動画面白かったと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは、本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。寝ます。おやすみなさい。おやすみ。はい、おやすみみんぜん。どうする、一応寝るとこ取っとこうかな。一応おやすみみんぜん、ね、じゃあおやすみなさい。まだ寝ないでしょ。寝るよ。はい、まだ寝ないでしょ。はい、寝ます。本当に寝ない？本当に寝ないの？寝るしょ。寝よう。おやすみなさい。もう眠い。もう眠い。俺が眠い。おやすみです。